皆さんこんにちは、レイチャンネルです。今回のレッスンは日本人の名字でも多い小林さんです。ゆっくり分かりやすく説明をしていきますので、どうぞよろしくお願いします。今回使うボールペンはゼブラサラサクリップ 0.7 を使ってレッスンをしていきます。それでは1文字ずつ字を書いていきたいと思います。次に文字の説明に移ります。最初引っ掛けるような形でまっすぐ降りてきて跳ねる。この時2画目に続くように跳ねるといいです。3画目は高さを合わせてやや丸くなるように書いていきましょう。最後は止まります。空間はだいたい一緒だととてもいいです。1画目が一番高く、ひし形のような形になるといいです。林の横線は上がる、まっすぐ降りてきますが、この時1画目のど真ん中ではなくやや右寄りに書いていきます。こちらが長い、こちらを短くするように書いていきましょう。まっすぐで止まります。空間ですがだいたい一緒の空間だといいです。横線は上がる、まっすぐ降りてきますが、次は反対で短い、こちらが長くなるように書いていきましょう。空間もだいたい一緒だととても綺麗に見えます。次に許容についてお話をします。最初に書いた文字とどこが違うか分かりますか？こちらですね。こちらが止まっています。許容なので止まっていても間違いの字ではありません。次に林の許容ですが、3箇所あります。はい、わかりましたね。この2箇所がまず跳ねている。
そしてもう一つお分かりですか？こちらです。こちらが止まっています。こちらも2箇所縦線が跳ねていても、最終角が止まっていても許容ということで、間違いではありませんので、この機会に覚えてくれると知識の幅が増えて字がとても楽しくなりますよ。最後に許容で小林を書きたいと思います。こちらが止まっています。2箇所跳ねています。最終角が止まっています。許容なので OK です。間違いの字ではありません。最後にボールペン、鉛筆などの持ち方の確認をして終わりたいと思います。先端より約3センチほど上を親指と人差し指で持ちます。そして中指は筆記具に添えるような形です。このような形ですね。親指と人差し指は最初筆記具をつまんで、中指は添えてくるような、このような三角形の形になっていると正解です。そして小指の下のこの部分、紙面にしっかりくっつけて、左手は押さえて字を書いていきます。よろしいですか？持ち方も綺麗な字を書くためにはとても重要なポイントです。持ち方も合わせてレッスンをしてみてください。今回のレッスンは日本人の名字に多い小林さんの書き方のレッスンでした。繰り返し書くことで必ず綺麗な字になれます。他の動画も投稿してますので、そちらも見てくれたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。